もうチップ変更するの諦めようかな、これマジか。チップ落とそうと思ったらめっちゃ混んでんじゃん。だったら JR 西日本で落とします。皆さん、こういう時は JR 西日本の方の緑の窓口についてるやつに行きましょう。なんだ、最初から移動しなくてよかったわ。はい、受け取りのみか。ネットで取ったやつはここで予約してね。ここでね、予約したやつはここで受け取るといった感じでございます。めちゃくちゃ空いてたわ。こんな感じで博多駅、博多口、そんな感じでいいや。とりあえずね、変更してきました。はい、なんかね、乗車券とか見せないといけないのかなと思ったんだけど、そうでもなかった。優待券って乗車券に沿った特急券しか買えないのよ。だからこっちもダメかなと思ったんだけど、全然普通に何も言われずに変えていただきました。大阪姫路間の、特急券を明日の日付で、博多南、博多、そしてこれもともとこの区間は変わってないんですけど、こちらの方は28日だったものを29日に変えていただきました。そんな感じで、まあ、明日はね、明日でね、やっと本当はね、行かない予定だったんだけど、やっぱ行こうかなと思って、博多南まで行って、まあ、旅をね、最後に終わらせたいと思います。いや、新幹線めっちゃ乗ったな。すごいな。青森から東海道新幹線以外を使わずして、大阪に帰って、ここにやってきましたからね。山陽新幹線、北陸新幹線、東北新幹線。すごいな。初めてだよ、こんなものやったの。JR 東日本パスと、まあ、JR 西日本の優待店の力ですね、これが。いやー、普通こんなことやる予定なかったんだけど、リコリコショップの関係上と上越妙高と大阪の間だけで優待店使うのちょっともったいないなと思ったんですよね。よかったわ。こんな感じで楽しい旅がね、あと明日で終わりでございます。今から西九州新幹線に乗ります。その動画も別であげたいと思います。明日はあそこの丸いに用事があります。こんな感じで、まあ動画はこれぐらいにしとこうかな。とりあえずご視聴ありがとうございました。